急に感じてきた。冷静になったら。あれが怖いわ。 あれがやばい。あれされたら僕もマックスで食らう、はい、だから足揃えたいんやは分かるんやけど、やるとバランス取れへんのね。で今のはもう全然無理で、後ろにもう煽られた。いや、あとはカムに集中してて流された。
まあバウだけ潰すわな、もうちょいね。うん、ちょっと焦った。結局あれどうやって我慢するの？膝のバランス？ランス 前で抜くんか。滑りそうやなって思ったらちょっとバランス取りたいから角度落としてって言って安定させてもらう。でやると結局この状態で足でバランス取ってるやんか。でこれ閉じていくとどんどん辛くなってくるよね、当然。やったらそういう時はこういうシートを前に持って前で切ってやるってことかな。持ち替えて。そうか。で、さっきの言ったらそれでトリムをちょっとしようと思ってこっちの方でやったから余計バランス取りにくかった。なるほどね。乗れたら、とりあえずこの風は OK ってなるやん。そうそう。調子は無理やん。そこまでは求めない。それやるにあたらもっと重くなる。多分これより弱かったら、多分全然 OK なはずだね。多分ね。めっちゃ持ち上がるもんな。方式でもう外出しとくね。はい。あれ、多分かかっとると思うんで、それだけ。うん。あ、広げてもらった。あ、これ。はい、グッバイ。
いやいや、いや、あのおっちゃん頑張ってる方やで。乗ってますよ。ああ、そうそう、AIG の人やけど。ですね。いや、でも帰りで登るのはめっちゃしんどいです。もう半分セール使わんと、抜き抜きでやらんと。はい、はい、あ、まだ早いよ。まだまだ。もう一回入れるわ。いや、登るんやったら出てええよ、俺。あ、はい。